主老老門不動院は、広島県広島市東区にある新温州、別格本山の寺院。本尊は、薬師如来。三号は、新日山。足利高氏、忠義兄弟が、諸国に設けた、暗黒寺都市小党の一つという、全国暗黒寺会会員寺院。会期は、行期とも伝えられるが、創建連代や遺書については、諸説ある。 本尊薬師如来像の様式から、平安時代には創建されていたと推察されている。足利高氏、忠義兄弟が、日本六十余州に設立した安国寺の一寺で、秋安国寺として、また、秋国守護武田氏の菩提寺として繁栄した。しかし、戦国時代には戦火により、伽藍が消失した武田氏も滅亡したが、毛利氏の外交層、安国寺家系により復興された。 関ヶ原の戦いで西軍に組みした英家は処刑され、毛利氏も天保後、福島正則が、ゲ美ビ両国の大名として入国し、生息の祈禱像であるイクが暗黒時に、入り十字となった。この時、宗派を、前州から新言州に改め、不動明王を本尊とし不動院と称した。後に、浅野氏が国主として、広島に入ると、浅野家歴代藩主の保護を受け、明治に至った。 第二次世界大戦中は、牛田の住民のみならず、中国軍艦区司令部通信部など様々な機関の疎開先に指定されていた。1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下により被爆。ここは爆心地から約3 9 0トルに位置した。爆風により、近道の屋根の一部が吹き飛び、近道の柱の一本が中央から折れたものの、 全体では東海は免れている。当日は市中心部から北へ避難してくる被爆者の受け入れ先として機能し、境内にはたくさんの負傷者で溢れ返った。1958年に近藤が国宝に指定された。1993年に広島市に現存する被爆建物リストに登録されている。近藤細部、大木たるき、三手先の組物、 カシラの木花、カシラ状の台話などがわかる。近藤内部、薬師如来像を安置する。ありがとうございます。